あっと、これは南葛を思い切った作戦に出ました。ゴールポストの上にあらかじめ翡翠君と滝君が登っています。これで立花兄弟の空中技を封じるつもりです。ゴール前の航空管制とも言うべき作戦です。何？翼のプレーを真似することはできないが、あらかじめバーの上に乗ることはできる。スカイラブハリケーンできてもこれで破る。土手にはさせん。面白い。飛ぶなら飛んでみろ。翼には一度破られたが、翼がいてもこのスカイラブハリケーンは二度は破られなかったはずだ。その証拠を見つけてやる。来い大丸。おい、今度はマサオ君が下になって、やはり立花兄弟スカイラブハリケーンに行くぞ。よし飛べ、すぐ滝、思いっきり高く飛んでこの技を防ぐんだ。ああ、これで何いくぞ。あっと、今度は低いボールだ。このスカイラブハリケーンはどの角度にでも発射できるんだ。スカイラブハリケーン低空飛行。ボールに合わせ、立花兄弟低く飛んだ。しまった、下だ。ベーン、遅い。ベーン、決まった、2点目。ついに後半10分、花輪中同